こんばんは。10時15分。こんばんは。ありがとう、皆さん来てくださって。柴田さん、お疲れギフトもありがとうございます。え、すごい。なんだこれは。なんだこれは。どなたでしょうか。ありがとう。なんか、え、なんだこれは。なんだこれは。なんなんだこれは。かずささん、けんちゃん、たんたんたぬきさん、えびちゃん、おお、すごい、魔法人。かずさんも、とりさんさん、何ギフトなんだろう。なんか魔法少女ギフトみたいな。そういうやつですか。メルヘン、ありがとう、皆さんいっぱいありがとう。変身は違うか、なんて言うんだろう。変身、なんかプリズムチェンジみたいな。そういう感じ。ありがとう、セルヒオリコさん、ヒデキンガーさん、ウィルマさん、エビちゃん、皆さんありがとう。あ、マジカルさやかりん、そう、私ね、さやかりんのマジカルキャンパスをというプロジェクトしてるから、それだね。ありがとう皆さん。すごい。すごい、どうしよう、変身がするかも。キラキラ、なんか髪の色が変わったりするかもしれない。髪の長さも変わるよね、変身したら。マジカルムーンギフトっていうの？そりゃあれ？もう月に変わってお仕置きよを意識してるのかな？あ、そう、今日ブログ更新日だ、忘れてた。ブログ超で素晴らしかったですよって。いや、もうね、あのブログはなんか書いてて途中なんかよく分かんなくなった。だから私も何を書いてるのかはよく分かってないので、ちょっと皆さんもそんなね深く考えずに読んでください。いや、本当にもう書いてたら、あれ、ここはどこだっけ、私は誰だっけ、なんだっけってなって、ちょっと自我を失いそうになりました。そうなんですよね。そう、もうね、自分の自意識が自分の外に宇宙ぐらいに行ってました。そう、めっちゃ長文になっちゃった。そう、異世界、そう、でもさ、ないですか、なんか。ないですか、多分ね、前もショールームとかで私は仲間を求めて聞いたことがあると思うんですけど、なんか自分の意識と自分の体が別のものなような気がすることってありません？あれ？ここは、あれ？どこだって。もうめっちゃあります。そう、スピリチュアルだったの、ブログ。私何なんだろうね、ただ私の脳内で考えたことを。翔一さん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。え、ちょっと壇上に上がっちゃってよく見えないけど、何タワー、なんかめっちゃ可愛い予感がする。猫、もしかして猫なの。ありがとうございました。可愛い気がします。ちょっと今見えないけど、後でまたお礼を書かせていただきます。ありがとう。ね、月があるのかな。あ、あれ、月に変わって
ほにゃらららな猫なの。これもマジカルにゃんこみたいなやつなのかな。かわいい、ありがとう。あ、そうそうそう、あのちょっと話が飛んじゃうんですけど、感謝枠も解放ありがとうございました。全部解放したのかな。そう、とりあえずあの猫耳の日猫耳をそのツーショットはつけますって言ってた日は解放になったのでね、ありがとうございますありがとうございます。そう、あ、全部全解放おめでとうございます。いや、ありがとうございます。もう皆さんと何だろう、話せるというか思い出を作れる時間が増えて本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ツーショット撮りましょう。カズサさんもくす玉ありがとうございます。ありがとう。猫耳か、そうだね、猫耳もし忘れてたらそれはどうしよう、忘れてるかもしれないので、前日とかにショールームしたら教えてください頑張ります、忘れないようにね あ、そりゃ詐欺罪になっちゃうのそうそう、遊園地の、そう、七並べのおみ、なんだっけ、七並べのご褒美ロケで行かせていただいた、そう、遊園地のね、あのロケの落ちた配信の日もね決まってましたね。30日だったかな、9月30日に放送なのであ、やっとこの話をね大々的にできるので嬉しいなって思います。また放送があった後にちょっとそのロケについては、遊園地についてはね、いろいろ話そうと思います。でも どんな番組になってるのか、ちょっと怖い、本当に怖い。福田さんが写真をツイッターにって上げてくださってたの？私の？あ、本当だ、嬉しい私めっちゃもうこのアイスすごい溶けかけですがそう、お隣でね食べました。いやー、ちょっとロケの内容についていろいろ話したいことはね山ほどあるんですけど、まあ放送が終わってからということで、お楽しみに。9月30日、天気はめっちゃ良かったね。本当にすごいびっくりするぐらい良かった、良すぎるぐらい良かったので、本当に私日焼けしちゃって、今年はそんなお外に出ることもなかったので焼けてないんですって言ってたんですけど、
日焼けしました、そのロケで。もうちょっとどうだろう、落ちてきたかもしれないけど、そのロケ終わった1週間ぐらいね、めっちゃ日焼けしてるって感じだった。まあそうだね、ロケ日和でしたね。ハーツさん、ステッキいっぱいありがとう。ステッキ、そう、日焼け止めとかね、すごいしっかり塗ってたんだけど、もう追いつかないぐらい晴れてた。翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。そう、素敵なステッキ、素敵なステッキありがとうございます。はい、なんだっけな、あ、そうそうそう、今日はね、僕の太陽公演ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっとこの話を出すのが遅れてしまった。何ギフトなんだろう。あ、素敵って書いてるの、素敵ギフト、ありがとうございます。あの魔法陣も、ビルマさんありがとう、 TM マンさんもありがとうございます。そう、公演ありがとうございました。2期研究生としてする最後のね公演だったんですけど、いやー、あ、木体楽しかった、よかった、ひまわり最高でしたって、ありがとうございます。でもひまわりはね、間違えちゃった。言わなければバレないかな、じゃあちょっと言わないとこ。ありがとう、来てくださった方も、配信で見てくださった方もありがとうございました。え、間違い探ししないで。え、間違えてたねって本当に分かってる、分かってる、じゃあ私はどこが間違えたか。分かる方いるかな、どうだろう、でもちょっと分かっ、もし気づいてる方がいたらびっくりする。あそこか、よく分かってないって。ねえ、絶対分かってないじゃん。絶対分かってないじゃん。みんなあそこだよ、あそこって。あそこだよねって。でもそっか、そっかそっか、なんか本当にいろいろ今日は考えながら公演をしてました。一番初めの公演とか。そう、サラちゃん、サラちゃん笑っちゃった。そう、ユニットのね時出てくるタイミングを多分ね間違えちゃって、そう、後ろにずっと立ってるっていうね。でもさ、すごいかっこよく立ってたから、なんかもう、なんだろう、一番初めて見る人から見たら、あ、もうこういうものなんだなって一周回って思わなかった。どうだったかな。さやかりんと逆パターン、そうなんですよ。私はね、ユニットの出を遅れて、間に合わなくて遅れて出てくるっていう事故をしてしまったんですけど、以前。さらちゃんは前に出てくるという。面白かった。そうね、5分前行動大事ね。
そうですね。15分経過、15分。うわ。どうだろう。少しはね、成長できてたらいいなって思うんですけど、まだまだなので、これからも研究しながら。頑張ろうと思います。次の木体はね、あれだね、ミリアちゃんの生誕祭ですね。ね、二期生初トップバッター。ミリアちゃんと同い年になるというか、ミリアちゃんが追いついてきますね、二十歳に。でも生誕祭に参加するのがもう初めてなので、ちょっとドキドキですね。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。クマ、クマありがとうございます。ツツツツツツ、ね、手紙とかって誰が書くんだろう。あ、そう、手紙なんか今日急にミリアちゃんが世界の生誕祭の手紙書くよって言ってきて、急になんだっけ、そのなんか言ってた内容がめちゃめちゃ手紙の内容が薄くてそんな薄い内容の生誕祭の手紙ないでしょうって言って話したなんかね、前お仕事で東京に行った時に、なんかね、東京リベンジャーズのなんだろう、あのなんて言うんですか、広告、なんか都道府県のが飾られてれてたじゃないですか、駅になんかそう飾られてるっていうのがあって、それを一緒に探そうって言って、
本当に走り回って駅を。そうそうそう、47都道府県のやつそれを一緒に探してたんですよ、ずっと。それでだいぶ探してもうどこにもなくて、なんでこんなないのって言って話してたら、最終的にその行った前日までしか飾られてなかったらしくて、もうその日はのけられてたみたいで、そう悲しかったで、そういうことがあったんですけど、それをそのこととか書くって言ってたからいや内容薄すぎでしょって言ってそうなんですよ、誕生日関係ない素敵ギフト素敵、ありがとうございます。10個ロールキャベツさんそう感動できない、そんなこと呼ばれてもさ、あうんそうだねって終わっちゃうよいしょ、ハーツさん魔法陣ありがとうございます。ペンライトもありがとう、かずささん。すごいすごい、このペンライトはあれですね、最後の方になったら紫とピンクになって、さやかりん、さやかりんカラーになりますやった、でも実感湧かない、実感湧かない。10月1日になったらもう研究生じゃないんですよ、びっくり。そう、私最近メールでもめっちゃ送ってるんですけど、卵焼きに鰹節を入れて食べることに本当にハマって、最近毎朝食べてます。美味しい美味しいで、ぜひ皆さんやってみてほしいです。そう本当にハマってる、本当に毎日食べてる。なんか卵溶いてその中に鰹節入れて混ぜて卵焼きを作ります。でもね、ちょっと卵焼き巻きづらくなっちゃうんですけど、鰹節がわさわさしてるのであ、でもコツはですね、なんかフライパンにこう卵入れてめっちゃかき混ぜるんですよ。かき混ぜて、はじめこれは一歩間違えたらスクランブルエッグかみたいなレベルにして、それを巻きますそしたらね、なんかトロトロで美味しいんです、美味しいんですあ、それやったらスクランブルエッグになる。美味しくて好き。なんか卵焼き配信さ、だいぶ前に、もうだいぶ前にした気がする。なんか今
ふと思い出した気がする。あれしたよね、めっちゃ昔。1年以上前。違う違う、美穂ちゃんと作ったのはオムライス、卵焼きも作った気がする。え、でも配信で作っても本当にもうすぐ終わりそう。10分もかからなくないですか。 5、6分でできて、あ、終わりました。すぐ終わっちゃいそう。15分は稼ぐ。あ、逆に3分未満に作る。あとなんだろう、あとなんだろう、なんかあったかな。あ、そう、今日はね、自己紹介の後にする一言みたいなやつは、あなたにとっての太陽はっていうあれだったんですけど、私なんかよくわかんないこと言っちゃったな。自然が豊かなところですって言いました。最近のブログとても好きです。え、ありがとうございます。ありがとうございます。もうただ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 考えた、私の脳内を書いただけなんですけど、タワーのお礼を書かせていただこうかしら。タワー、トン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 、最近 iPhone が、携帯がの電波が急に 3G になって、3日間ぐらいずっとそれで繋がんなくて苦労してたんですけど、さっき見たら治ってた。謎報告、謎な報告、何だったんだろう。そう、何だったんだろうね。3G?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  なんですか ?3G ですか ?5G だから 3G なのかな。なんでだろう。5G は羨ましい。
3G なのね。3G って言ってた。 3G、4G、5G。 待って、どこだ、お知らせ。あ、マジカルムーンギフト、え、かわいい。え、これはかわいい、これはかわいい。皆さんの中には子供の頃魔法少女に憧れていたことがことのある人も多いのではないでしょうか。そんないつの時代も子供たちの夢の存在である魔法少女をテーマにしたマジカルムーンギフトが追加されました。ありがとうございます。ありがとうございます。魔法少女に夢見てた時代ありましたね。一瞬ありました。私幼稚園の年中の時はね、私プリキュアに将来なりたいって言ってました。よいしょ。そう、一瞬年少の時が確かお花屋さんになりたいって言ってて、年中で夢を見てプリキュアになりたいって言ってて、年長は何だったかな、忘れちゃった。年長なんだろう、あ、え、年長は獣医かな、獣医さんになりたいって言ってた、なんか書いてた気がします、多分。え、なんか覚えてないですか。なんかさ、1年ごとに将来の夢、なりたいものみたいな書くじゃないですか。それをなんか覚えてる。あ、そう、私獣医さんになりたい時代ありました。翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ちょっとウィンクがダメだ、できない。そう、年中だけなんか非現実というか夢を見てましたね。あった、獣医さん、小学校低学年とかの時、動物好きだし、獣医さん。すごい単純な理由だね。動物が好きだからっていう理由だけで獣医さんって言ってた気がする。皆さん覚えてますか、幼稚園の頃、なり将来大人になったらなりたかったもの。生き物係やってなかった、生き物係はなかった気がする。いや、あったかな、係、あ、係懐かしいね、なんかあったね、係委員会と係はどう違う、覚えてない。幼稚園の頃南国に行きたかった。昨日の晩御飯も覚えてない。昨日の晩御飯は私も覚えてないけど私も覚えてないけど、幼稚園の頃の将来の夢は覚えてる。え、係と委員会は、山井さん、クマありがとうございます、ありがとう。小学校とかの時が係だったっけ。風紀委員やったことないですよ。風紀委員には私はなれない、なれなかった。私はなれないよ。あ、でも高校とかにあっても、なんか係、委員会もあって、委員会にならなかった人が係とかやってた気がするな。え、待って、小学校とかの時の係、
ってたっけ、何やってたっけ、記憶がない記憶がない。でも何かやってたはずですよね。いや体育係とか私は絶対になれる人じゃなかったねなんか体育係とかはすごい運動神経のいい、いつも外で遊んでるような男女がなってた気がする。あ、でも委員を私理科委員めっちゃしてた気がする。理科委員の印象、あ、なんか待って、思い出した、委員はなんか学校の外を見回る委員みたいな郊外のを指導する委員みたいなのやってた、やってました、やってました。あ、思い出した本当思い出してよかっただよ。思い出せてよかったですよパトロールじゃなく、なんかね、学校の外に立って生徒が帰ったりするのを見守るパトロールしてましたよ私あ、やってたやってた、すごい なんか懐かしい。そう やってたな、あ、ちゃんと道の端歩いてくださいみたいな何だろうな何かしてたかな。小学校とかがもう何にも出てこない。係、確かにお見送りみたい。お見送りとは違うか もう記憶がないな。係って何があるっけな。ね、教科別に係あったよね。国語係、算数、数学係、理科係とか。連絡係とかなかった気がするな。あったかな昼寝係があるんだったら率先してなりたいでも何するの、昼寝、お昼寝の時間。いや、懐かしいですね小学校。すごい、なんか漢字の宿題とかあった、漢字を1ページ埋めてくださいみたいなありましたな。図書委員とかはなったことない気がする。あるかな、図書係、図書委員はないかな。
ない気がする、おそらく。え、思い出したい。なんかちょっとじゃあ今度なんかあったら見とこう。お家にあるかな、小学校の時のなんか係が書いたやつとか。お母さんとか覚えてるかな。覚えてない気がする。ちょっとじゃあ今度聞いときます。私何係してたか覚えてるって。あ、なんかさ、通知表とかにそう書いてたような気がしなくもない。何係、何員みたいな。あ、書いてる気がする。なんか書いてなかった、出席日数と欠席日数ととかと、なんかその下みたいなとこに。あ、ちょっとあるかな。でも捨てたかもな、確認しとこう。ペンライトもありがとう、一光さん。あ、私はそうだそうだ、タワーのお礼をね書かせていただくんです。そう、あ、そうだよ、通知表あったらね全然見せますよ。私国語はね5だったので。え、5だったよね。え、5だったよね、国語。え、かわいい、ムーンライト、ムーンライト。あ、ダメだ、書けない、手が、丸が書けない。よいしょ。うん。かわいい、猫の目が黄色、金色。苦手な教科、苦手な教科あった？って、苦手な教科は英語。英語が苦手だった。英語って難しくないですか？なんかもう分かんないってなってました。かわいい、猫かわいい、猫かわいい。
こんばんは。こんばんは。STU48 危機研究生の原田役です。お願いします。そう、でも猫アレルギーなんですよ。悲しい。黄色で目描いたら何にも見えない見えない。あとなんだろう、話したかったことなんかあったかな今日。ちょっとあら、黒猫なので黒で塗ったんですけど、そしたらちょっと事故が起きたかもしれない。これは事故かもしれない。そう、事故だ。これは事故なんだ。悲しい。これは事故、これは事故ですね。これは事故ですね。え、悲しい。悲しい。ちょっと今度書き直そっかな。今度書き直そっかな。せっかくこんな可愛い猫のタワーをいただいたのに、こんな事故が起きてしまった。そう、巻き髪昨日だっけ昨日じゃないっけ、あれ昨日だな。昨日ね、人生で初めて自分で髪を巻くということに挑戦させていただいたんですけど、本当に難しくて、まずヘアメイクさんに巻き方をこう伝授していただいて、その通りにやったりしてみたんですけど、なんか本当に、なんだろう、私が巻いたらさ、普通こうくるくるってなるはずなのに、アイロンで巻きました。ストレートアイロンじゃないやつ。なんか私が巻いたらすごいもうガクッガクッみたいな、もうなんだこれはみたいなことになってしまって、いやー難しいんだなって思いました。指を巻きそう。でも本当に何アイロンだっけ、普通のアイロン
本当にやけどするので、私昨日も何度もやけどしました。それでね、なんか本当にいろんな方に助けていただいた、葵さんに巻いていただいたりして、いやもうありがとうございます、ありがとうございますって感じでした。難しい。もう事故なんですけど、どうしたらいいですか、これは。これは事故なんですけども、どうしようかな、事故だ。ちょっと背景を持ってごまかす作戦に出ていいですか。背景、本当にこれは事故なんだになります。いやー、なんかダメだな、ダメだな、どう、まあいいや、ちょっと背景を、あ、サインを書こう。今日は何日かな、9月28日、あとあれ9月は何、30日までか、いやー、もう今月が終わってしまう。事故、ねえ早いね、早いね。あ、ちょっと事故だけど、ごめんなさい、しゅういちさん。タワーなんだっけ、ムーンライトタワー、ありがとうございました、ありがとう。ありがとう。ちょっとね、ちょっと猫の顔がよくわかんないことになってるんですけどな。まあちょっとえいや、本当はもっと可愛いのに、こんなに可愛いにゃんこなのに描けなくて、ちょっと悲しいけど。青で描けばよかったのか。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうです、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと猫アレルギーが出ちゃった。ちょっと猫アレルギーだからね、ちょっと描けなかったのかな。
アレルギーのせいにするありがとうございました。じゃあそんなこんなわけでね、今日も終わろうかしら。テロップ書いてなかったけど、テロップ書いてなかったけど、どうしよう。どうしよう。間違えた間違えちゃった間違えちゃったけどもういいや間違えちゃった。もう途中でなっちゃった。悲しいけど、悲しいけどもうテロップ間違ったあなたいや、なんか僕の太陽公演ありがとうございましたって書こうとしてどうだったって僕の太陽公演ありがとうみたいなことを書きたいなって思ったんですけど、あ、それじゃ普通かなって思って、今日のテロップが、テロップじゃないや、自己紹介の一言が自分の太陽の存在なんですかだったから、あなたの太陽は何ですかって書こうとしてって書きかけたんですよ途中まで。でもなんかちょっとあれかなって思って、消そうって思って消してたら途中でなっちゃった途中でなっちゃったけど、もうあなたまあね、画面のそうだね、そのこの向こうにいるあなたが太陽ということでということです。ということにした。なんか強引。奥さん感、確かにあなた。という感じで、じゃあちょっと無理やりまとめちゃったけど、そろそろね、難情読ませていただこうと思います。はい、13位さしゆきさんありがとうございます。12位千畑さん、昇格まであと3日、不思議な気分。いや、だって不思議じゃないですか。だってさ、この今この瞬間は研究生なんだけど、多分もうすぐに次の瞬間になってて、気づいたらその時にはもう多分昇格してて、いや不思議不思議不思議。 ありがとうございます。話がそれちゃった。11位 TM マンさんありがとうございます。10位静岡の店舗のたけさんありがとうございます。9位ジップさんありがとうございます。8位カズさん、さやかに楽しいありがとうございます。7位ヤマイさん、おーありがとうございます。
6位ビルマさん、ありがとうございます。5位鳥さんさん、楽しかった、ありがとう、ありがとう待って待って、レスっぽいの、レスっぽいのありがとうって何ですかえ、レスじゃないのありがとう、ありがとうございますどういうことだろう4位かずささん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。3位ロールキャベツさん、お、ありがとう、ありがとうございます。2位ハーツさん、ありがとうございます。そして1位翔一さん、ありがとう、ありがとうございます。タワーもありがとうでした、ありがとう翔一さん。パチ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 。あ、そしてそして本日のラッキー40の方はだんだん年浮き入れさんです、ありがとう、パチ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 、ありがとう。じゃあということでね、本日も、あ、火曜日なんだ、そっか、まだ火曜日なんだ、火曜日なのね、まだ今週割と始まったばっかですけど、頑張ってください、頑張ってください、私の太陽私の太陽頑張ってください応援してますということで、じゃあ今日も一日お疲れ様でした、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ謎なテロップだった